ークTVです。イースターです。そうなんですよ。今日イースターホリデーなんですが、イースターホリデーの真っ只中、イースターってなんだか知ってる？いやーでもなんかね、大量のウサギと、はいはい、卵を探してるってその二つのイメージがすごい。そうだね、合ってるね。合ってました。うん。イースターって何かっていうと、はい、これね、キリスト教の祭りで、日本語だとさ、はい、復活祭って言うんだよ今日。復活祭。で、何が復活するかっていうと、うん、キリストが復活した日。へぇ、キリスト。死んで3日後かな、確か。何でもかんでも、こっちはっていうと、まあ、キリストの祝いになるんですね、全部。そうだね。なんだか、サンクスギビングとか、サンクスギビングは違うか。もうこれはセントパトリックも。セントパトリックもそうだし、あとはクリスマスもそうだし、何かっていうと、大型連休はキリスト教関係が確かに多いね。で、ウサギが結構そこら辺に多いじゃないですか。はいはいはい。スーパー行ってもウサギのチョコレートそう、何かっていうと。ティッシュの箱ぐらいのサイズの。はいはいはい。こんなでっかいウサギ売ってるね、チョコレート。ウサギのチョコレート売ってたりとか。これね、なんでウサギかっていうと、ウサギってすんげえ子だくさんなんだって。で、子だくさんだから、生命の力強さの象徴として、まあ、ウサギが使われるようになったっていう話らしいね。まあ、ウサギは納得したんですけど、はいはい。あと、なんでその卵を探すのかっていうところですね。ああ、卵ね、うちもね、今日やったよ。卵を隠して、それ子供たちに探させるっていう。卵はね、はい、ほら、卵だから、生命の誕生を象徴するものだ。ああ、そっかそっかそっか。だから、卵が、まあ、使われるっていうことらしい。で、そっから転じて、卵を探して遊ぼう。卵を探して、まあ今チョコレートが多いけどね。うん、チョコレートを探して遊ぼう。卵型のっていうのが主流になってます、北米では。そういうことなんや。そういうお祭りなんですよ。なんかね、昨日、一昨日より一つくらいなと思ったら、今頃みんな卵探してるんですよね、多分。ああ、でも今日はね、朝からね、各地でイベントあったと思うよ。そういう卵探しゲーム。スキー場でもあるし。あ、そうなんですね、うん。やっぱ人多いね、やっぱり。ね。この祝日、卵にしても、そのチョコレートにしても、はいはい、今後日本でも、このイベントは。ああ、俺ね、来ると思う。だって、まず、古くはバレンタイン来たでしょ？はい。で、ハロウィン来たじゃん。ハロウィン来てますね。で、エイプリルフールいまいち来ないのね、俺なぜかってね、はい、金になるかなんねえかなと思うんだ。シンプルに、ね。シンプルに。で、金になるじゃん。確かに。あの、チョコレートは。チョコレート売れる。あと、その後の、その、ハロウィンもさ、何かとこうパーティーとかでお金になるでしょ。俺イースターもね、これお金になるから、うん、日本来るんじゃない？確かにね、日本、俺が持ってる日本で流行りそうなイースターのイベント。はいはいはい。女の人がバニーの仮装をして、はい、で渋谷とかで男どもがすげえナンパをしまわるっていう。あー、バニーちゃんと。エッグちゃんを探す。エッグちゃんを探す。マジ流行るかも、それ。ありそうですよね。ありそう、ありがち。だって、ハロウィンでも仮装すごいじゃないですか。そう、すごいね。それを、できるんですよ、もう一回。そうか。できるかな。子供のお祭りだけどね。まあもう、クリスマスだってさ、日本だったらなんかこう、恋人と過ごしみたいな。こっち逆じゃんね。ハロウィンも実際そうじゃないですか。そうだよね。子供たちがお菓子もらいに行く。家もあるのに。いい若者がバカ詐欺のために使ってるから。渋谷のスクランブルが。イースターもその結果になる可能性確かにあるね。ねえ、ありそうですね。うん。まあでもなんだかんだね。やっぱキリストがやっぱりそんな強いんや。いやいやいや、結局このプロテスタントが作った国みたいなところがあるからね。特にアメリカはカナダじゃなくて。でカナダはどっちかって言うと一番最初来たのフレンチだから、うんうんうん、プロテスタントじゃなくてあのカソリックの、はい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 、カソリックの人が作った国だけども結局支配はイギリスになったから、あ、まあどっちにしろカソリックにしろプロテスタントにしろキリスト教の国、うんうん、クリストの体制が国を作ってたことは間違いないんで、どうしても休みはまあそういうことになりますね。なるほどな。やっぱイベントって楽しいもんですね。そうですね。じゃあとりあえず、そう、イースター、バンフの街から中継でございました。またね。